思うけどね。ダイレは俺できるだけ使うなって人やけ。あそこで南に入った時に誰か仲間が縦に入ってやらんとパスコースが2つしかないけん今みたいにはめられる。中央が左にボールを出したやん。あの時点で怖いけど真ん中は抜けないか。あそこで下がって後ろにフォローに入るとはめられる。ディフェンスも怖くないと。あそこで1人抜ければ下で絶対2対2になるんよ。2対2になればまあ何1人抜け切ったやつも使えるし横もあるし縦もあるっていう感じでパスコースを3つ作れるんよ。うん、こういやあ、ごめん、左には来るよって、うん、やけん右斜め前かなに抜ける。そしたら対角線上に1個作れるやろ。で縦に入ったらもう一人の仲間と被るけん、まあそのもう一人の仲間がどこにおるかにもよるけどね。もうその人が対角線におるんやったら縦に抜けてあげたがいいし。やるけど下3枚の時にボールを受けたら大きく中に出しようやん、うん、あれあれ足元に止めるって考えると敵が寄せやすい。でもっと大きく出せってトラップから動かせって俺は思う。あ、来た。
多分特に男子女子でマッチアップするときはボールを取りに行かない方がいい。それは分かるやろ。一番ぶ、うん、うん、それも自分の判断じゃなくて後ろの判断、後ろの声がはめろって言わんと、後ろがはめろって言わんとダメ。自分の判断ではめに行っちゃうと全員ではめに行かないかんって、かもはめるぞはめるぞって自分で言いながら言わんというか、前で勝手にさ挟んでさ2対1になるやん。そしたら絶対さ相手フリーはおるってことやん。そうそう、いや後ろの判断がいい。ちょっと。